ということで現在テレビアニメは第10話まで放送してますが、今回は第6話から10話の中での注目ポイントを我々4人がイラストをもとにね、お話ししていきたいと思います。はい、はい、まずは、僕からいきましょう、はい、こちらですね、沼の鬼。おさあイラストね、描かせていただいたんですけどもね、大丈夫ちょっとね、あれだって沼の鬼って3人いるよね、はい、3人いますね。3人描いた、3人一応描きました。おすごい。さあこちら見ていただきましょう、はい、ベン、はい、えうわー沼の鬼、僕が紹介するのは沼の鬼。待って、すごい、1本目はあれだけど2本3本ちょっと、いやちょっとあのね一体でね、力尽きちゃいましたねそうだよね、炭治郎が、はい、そうね、という絵を描かせていただきました。ちょっと、ちょっとガチすぎない、ちょっとこれなんか、上手くないこれ、みんな気合い入れてるって聞いたんで、え気合入りすぎだろ。いやいやいや、これもちゃちゃっと描きました。えこれで、これでちゃちゃっと、これちゃちゃっと描きました。嘘でしょ。さあこの3体に対して炭治郎がねずこと手を取り合い戦うシーンが見どころです。VTR どうぞ。はい、そんな沼の鬼でした、うん、ありがとうございます。さあ続いて紀藤さんお願いします。はい、私が紹介するのはこちらです。じゃん、うん、テレビアニメ第8話鬼舞辻無惨。はい、はい、ということで、さあこれ楽しみですよ。大丈夫ですか、大丈夫ですか、花井さんの。いやいや、ちょっと待って待って待って、絵うまいって聞いてるから。そうかそうか、なるほどね。はい、いきます。じゃん、はい、うん、じゃん、おなんだよ、めちゃくちゃ名じゃん。ガチ、ちょっと待ってよ、待って待ってくれ、おい何カラーが入ってんじゃねえかよ。カラー入れてんだよ。なんだカラー、しかも何家族書いてんだよ何これ、すごい、すごい時間待って暇だったんで模写してました。うわーすごい、もうワンカットに集約されてんじゃん、そうですね、ちょっとね人間の家族もいるということで、はい、じゃあちょっと鬼舞辻の説明を、はい、ねずこをください。はい、さあそして松岡さん、お願いします。この流れで行くの？さあ、まあでも松岡さんが書いたのは、玉代と湯代。おー、はい、さっきちょっとね、あの間に本来は入ってくるであろう、登場シーンね。アニメ8話ですけどね。そうなんですよ。まあでも画力の方はね、スタジオでなんかあのキリンの絵描いたりとか、ね、まあそうなんだけど、ね。いろいろしてますから。皆さん笑いにしてらっしゃった。じゃあ行っていいですか？はい、お願いします、はい。とりあえずじゃあ出しましょうか。じゃあ僕が描いたのはこちらになります。どうぞ。あれあれ、ユシロー違いじゃないですか。待って待って、ねえねえ、シロー違いですよ。もなんかどっかで見たことあるようなキャラクターに見えるのは気のせいだろうか。いやでもあのうまいうまいうまいわ、シロー違いです。まあすげえな、逆にすげえわこのユシローってどんなセリフ言うんですか。いやお前はもう、いやダメ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 、同じジャンプだけど同じジャンプかもしれないけど、ね、はい、これ後ろを描いたら玉代がちょっと面倒くさくなっちゃって、面倒くさくなっちゃダメゆるキャラみたいな、まあ、時間なかったからね、さあじゃあちょっと説明お願いします。そして最後に下野さんお願いします。もうこの流れで出したくないよ今のとこね、こうみんななんか、みんな結構味があるというか、なんか個性的な、ね、待って、ね、そんな感じになるなんて思ってなかったから、ということで私が紹介するのはですね、こちらでございますね、はい、テレビやアニメ第8、9、10話、ヤハバとスサマル、はい、うん、大事なキャラ、はい、いく、はい、お願いします。お願いします。はい、いく、はい、やめる、やりましょう。もう VTR すぐダメです。いや見せてください。はい、こちらです特徴は捉えてると思います。わかります。特徴はすごいわかりやすい、わかりやすい、でしょ、はい、特徴は捉えてると思うわけ、はいはいはい、なんで裸なんですかあ、考えてなかったそっか、これだと裸になっちまうか、裸ですね、ちょっとセクシーですね、せめて乳首を描くべきだった。いやいや、ダメです。そこじゃ。ダメです。ダメですか。そしてですね、今回みんなで描いたイラストはサインを入れて視聴者の皆さんにプレゼントしまーす。詳しい応募方法は番組の最後で。ちょっと待って、これ、出すの？プレゼントします。プレゼント。プレゼントです。いや、欲しい人いっぱいいると思いますよ。欲しい。いや、やばくね、これ。大丈夫、大丈夫。綺麗に俺、下の作って描いてるし。やべえ。楽しみにしてください。マジか。ということで以上、テレビアニメの魅力を図解せよでした。